はい、まずはこちら見てください。これが何のランキングか分かりますか？そうです、女性1000人に聞いたバンドの中でかっこいいと思うパートのアンケート結果です。ソースは僕の偏見です。いや、偏見であろうともドラマーの同志諸君なら理解してくれるはず。こんなに地道に頑張ってんのになんであいつらばっかりチヤホヤされやがってというこのマイハート。あいつらとは、そう、圧倒的花形、前に出るのはやっぱりこいつ。その激しくも繊細な指使いにメロメロだ。ギタリスタ縁の下の力持ちに見せかけて実は一番紳士的でセクシー。私だけが彼の良さを分かるのよ。ああ、低音が各部に響いてうずいちゃう。ベーシスト、地球が誕生してから現代まで、そしてこれから未来永劫、一番美味しいところを持っていくのは結局こいつ。ボーカリストですか。どうしてなんだ。もっとドラマーだって見てくれよ。そんな熱き思いを胸に、バケツを身にまといし俺が全知能を駆使し、ついに編み出した極意を3つ紹介する。ぜひ実践してみてくれ。いくぞ。極意その1、腕を見せろ。はあ、腕を見せろとはもちろん2つの意味で、だがここではすぐに実現できる方について話そう。いや、話すまでもない。君のありのままの上腕二頭筋を晒すんだ。はあ、ピックなり弓なりで細い弦をチョコマカと弾いてるあいつらと、極太の木の棒で打撃を何万発と打ち込んでいる俺たちとでは腕の仕上がり方が違う。リズムを奏でるたびに躍動する筋肉を見て、気になるあの子は確実にこう思う。守られたい。そうなんだ、女の子は誰もが王子様に守られたいプリンセス。さあ、理解したなら今すぐその袖を破り捨てて腕を晒せ。ゾゾタウンでタンクトップを20枚ポチれ。極意その2、指を使え。腕を晒し、男のワイルドで軟弱バンドマンどもに差をつけたら、次はしっかり紳士の優しさも見せつけるんだ。街行く人に指使いの上手いミュージシャンといえばと聞けば、 95% が確実にギタリストかピアニストと答え、 4% は指弾きのベーシストと答える通ぶったバンギャが占めている。最後の 1% がそう、ことだ。そんな世の中に分からせてやるんだ、ドラマーこそがゴールデンフィンガーの体現者であると。ドラマー諸君なら重々理解しているはずだ。フィンガーコントロール、すなわち繊細な指使いこそがドラマーの進化を発揮する分野であることを。テクニカルなフレーズに用いられるダブルストロークや速い連打に必要とされる技術は、繊細な指使いこそが肝心なのだ。わかったか、初心者の君は今日からドラムスティックを恋人だと思うんだ。好きな人に触れるとき、考えなしに叩くか。違うだろ。まず指先で、手のひらで感触を確かめながら優しく触れるはずだ。さあ、分かったら一人その棒を握りしめて練習に励むんだ。いや、変な意味じゃないですよ。極意その3、語りのごとく奏でるべし。強いだけでもダメ、優しいだけでもダメ。そう、女心はメトリックモジュレーションぐらい複雑なのだ。常に移ろいゆく乙女心を振り向かせるには、ハッとするような刺激が必要。これまでの2つは少し抽象的な戦士論だったので、ここでは具体的なドラミングを提示しよう。おそらく我々ドラマーが欲しているスパイスはこうだ。すごいことしてる風だけど、でもそこまで難しくない。そんな魔法のフレーズこそがこれだ。 RLKK、 ニックキ軟弱音楽隊どもには秘密だぞ。これはドラマだけが解読できる魂の暗号だ。 R は右手、 L は左手、そして K はキック、足を意味する。すなわち RLKK のフレーズを実演するとこうなる。難点を一つ挙げるとすれば、このフレーズをよりスムーズに行うにはツインペダルが必要となる点だが、気になるあの子のハートを射止めるためと思えば、あまりに安い先行投資だ。覚える際の一つのコツとして、両手両足それぞれに適当な4文字の言葉を振り分けるといいだろう。言葉を伝えるプロフェッショナルであるアナウンサーの言葉が滑舌よくスムーズであるのと同様に、我々の奏でる音も突っかかってしまったり、変に強弱がついてしまったりすると、その情報は相手に伝わりづらくなってしまう。慣れてきたら叩く場所を変えるだけでボキャブラリーも増える。あとは実際の演奏に入れ込んだり、ドラムソロのここぞという見せ場に持ってきても良いだろう。今日のライブはうまくいったぜ。バケミ、あ、リスターお疲れ。ああ、バケミ、あ、お疲れ。俺のドラムどうだったかな。ああ、
たかしのバンド次だから今来たんだよね。なあブラザー、何その格好、ウケる。せちがれ世の中だけどよ、俺たちがドラムに打ち込む一打一打は目の前に立ちはだかる壁を壊すツルハシみてえなもんさ。迷わず進もうぜブラザー、聞いてくれてありがとうよ、またな。